CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の目から鱗の日本の歴史、小薙さんと共にお送りしていきたいと思います。小薙さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日からですね、第1章、第3話、元祖和風スイーツ、縄文クッキーというテーマで、はい、前回はあの魔性石器とか、打製石器の話だったんですが、今日はいきなりクッキーの話になってしまう、はい。そうですね、前回硬い話だったんですけど、ね、はい、今回、クッキー、まあ、はい、この文明のあけものって日本の歴史を、学ぼうというときに、はい、なんでクッキーなんだってそうだ、初めて聞いたって話ですね今ちょっとフリップが出てますけども、はい、これは高畑製菓組合さんというところで、はい、がこれですね、ホームページで載っけている写真をちょっと勝手に使わせていただきました。すいません、はい、すいません。これ製品なんですね、はい、まあ宣伝にもなるだろうというこれ本当に本物土産物として売られてるものなんですけれども、はい、うん、実はこの縄文クッキーは本物の縄文クッキーをそのままコピーした、はい、縄文時代のクッキーを丸ごとコピーした、はい、創作お菓子ではないと、はいはい、縄文時代に本当にこれがあったわけですね、はいはい、名前が縄文クッキーで、はい、中身が違うんじゃなくて、はい、中身が本当の縄文時代のクッキーだって ややこしいですね、はいはい、いや僕も今回この収録でデータいただいて初めて知りました、はいはい、美味しいんですよこれこれ意外とねうまい、はい、ちょっと粉っぽいですけど、はい、うん、でその次のフリップがあるんですけども、はい、実はこれがですね、はい、本当に出土した本田親石というところなんですけども、はい、そこで本当に出土したクッキーの化石なんです、うん、これ見て美味しそうだと思う人はいないと思うんですけども、ちょっとピオちゃんも汗かきながらねどんな味するんだろうってぜひこれ取り寄せて食べてみてください、はい、これは取り寄せられないこれは食べて、はい、さっきの土産物の、はい、あれどネットで買えるんですか。ネットで買えますね、はい、じゃあぜひ皆さん買ってください買ってよろしくってやつですね、はい、これ原材料は何かと言いますと、はい、どんぐりとかですね、はい、シーの実、うん、であれどんぐりもそうだしシーの実もそうなんですけども、硬い殻に入ってますよね、はい、実が、うん、その殻を剥いて中身の実の部分を、はい、あれを細かく砕いて、うん、粉末状にして、はい、でそれを水でこう溶いて、はい、でクッキーに焼いて、はい、食べてたということらしいんです。なるほど。でも今みたいにね、すりごまとか石臼とかは当然まだないですよね。まあすり鉢みたいなものとかね、はい、ないですね。ないですよね。だから当時はその、まあ、石、はい、というか岩というかですね、はい、その上で、まあ、棒状の石を使って、うん、そのゴリゴリやりながら粉末にした、はい、というのはああいう、 こう木の実をですね、はい、殻がついたままの状態で保存しようとすると、はいはい、そうするとなんか中身がど中身の実の部分だけどんどんしおれてっちゃうらしいよね。あ、なるほど。で、はい、長期間保存するためには、うん、むしろ粉末にして保存した方が、はい、長持ちするんだそうです。あ、なるほど、なるほど、はい、だからこれ生活の知恵ですよね、はいはい、でそれをクッキーに焼いて、はい、お父さんのこれがお弁当になったり、はい、あるいは子供たちのおやつになったりしてたわけです。で焼くとねやっぱりいい匂いするんですよね。へえ、それ現代にも復元できるんですか。復元できます。ほう、はい。で、まあ、こういうクッキーを実際に焼いて食べていた、はい、うん、ということが、これ化石が出土したことによって、はい、はっきりとそれが分かった、はい、でなぜこういうものが出てきたかというのなんですけど、はい、それが知りたいです、はい、これがですね、はい、次のフリップにあるんですが、はい、今から5800年前の恩田氏遺跡という遺跡なんですけれども、はいはい、この時この遺跡5800年ぐらい前からこの集落があったんですけれども、うん、はい、そこがたまたまですね5700年前にたまたま水没しちゃうんです。これは多分大水かなんかでしょうね、はい、でバサッと一瞬にして全部埋まってしまって、うん、そのためにこういう遺物がですねまさに真空パック状態だったんです、はい、だからクッキーが真空パックされて約6000年の時を超えて現代に蘇ったわけです、はい、これいつ見つかったんですか。これ戦後ですよ。あ、はい、じゃあもう本当に最近、まあ、新しいですね、はい、はい、でまあ、当時の生活の様子とかですね、はい、そういうものがこうはっきりと見えてくる、まあ、縄文のタイムカプセルって言いますけども、はい、本当にこう真空パックされた状態で出てきたっていう、まあ、そういう遺跡がですね実は戦後、はい、次々と見つかってきてるんですね。へ、はい、でものすごくこう縄文時代っていうふうに我々学校で習いますけども、はい、むしろ縄文文明といった方がいいんではないかというぐらい優れた
異物がたくさん見つかっています。うん、まあ、これはクッキーは恩田親戚なんですけども、他にもですね、鳥浜貝塚というところ、はい、ここもやっぱり水没して真空パックされるんですね。はい、うん、その鳥浜貝塚では、はい、実は女性が刺すかんざしこちらの次の写真ですね、はい、はい、これが見つかってます。こちらですね、はい、これ色がちょっと焦ったような色してるのが分かると思うんですけども、はい、これ発見された時は、うん、まさに真紅真っ赤だったそうです。はい、はい、その真っ赤なぜ真っ赤なのかというと、漆塗り、はい、赤の漆が塗られていた。ほう、もうその通り。何年前で、8000年ぐらいだとおっしゃいましたよね。はい、そんな時から日本人漆塗り作ってたんですか。そうそうそう、でかんざしを漆塗りしてたんだ。まあ、関西刺すって大体女性ですよね、はい、男はあんまり刺さないんで、はい、つまりそれおしゃれですよね、うん、そういうものを女性がおしゃれできたっていうことは、うん、それだけ世の中が平和だった、はい、いつ殺されるかわからないような時代、うん、そういう時代、戦乱に明け暮れるような世の中であれば、女性は実はおしゃれを楽しめないんですね、うん、例えば戦時中だと女性だって国民服みたいなものをみんな着るわけじゃないですか、うん、はい、要するに女性が女性としての魅力を出そうとすると、うん、まあ、ひどい目にあったりすることになる、うんうん、だから女性がおしゃれを楽しむことができたというのは、逆に言えば大変平和な時代だったということができる、はい、うん、そしてその時代に漆が現に使われていた。でそれが発掘された時に手の中でみるみる変色していった。うわ、真空状態だったから真っ赤で保たれたけれども、はい、人間の空気にさらした瞬間に、はい、ファーッと色が変わった。そうです。でこの鳥浜貝塚についてはなんか恩師の先生が、そうですよ、これだって福井県若狭町って昔上中町っていう名前だったんですけど、はいはい、そこで、あ、ごめんなさい、三方町だ、三方町っていうところだったんですけど、それを発見した森川先生って人は、僕は高校の時に先生してはったんですよ、はい、はい、でまだ現役で先生されてました。その方がやっぱ高校教師をしながら、いろいろこう研究活動の中でこれを見つけられて、で確かに高校でもこの先生はすごい人なんだよっていうのは聞いてましたけど、高校生なんでなんだよみたいな、普通の先生にしか見えなかったですけど、あとで大人になってですね、いろいろこの鳥山貝塚の話を聞いて、あ、すごい人だったんだと思った記憶があってですね、なんかこう今本当に数年ぶりこの鳥山貝塚福井県っていうのを見てですね、ちょっと思い出しましたね。はい、面白い点なんですけども、日本人で本当にこう歴史に名を残したようなすごい人ってたくさんいるじゃないですか、はい、うん、はい、大体肖像画とかそういうの見ると、普通のおっさんなんですよ、うん、そこはノーコメントしてきますけどこう見た目偉そうに見える人っていうのは、はい、見た目偉そうで実際偉い地位にいたりしますけども、はい、実績は何もなかったりする人が多いんです。なるほど。だから割とその一見しょぼそうな人っていうのは、はい、実はすごい人、はい、日本という国もそうじゃないですか、うん、一見なんかひ弱でしょぼそうなんだけど結構世界の中ですごい重要な役割を果たしたりする、はい、やっぱりそういうものはなぜ生まれるかといえば、本当に庶民の一人一人がこう大切にされてきた、はい、このかんざし、櫛は女性が大切にされてきた証明ですし、うん、またさっきのクッキーは、はい、多分女性たちがご主人やあるいは子供さんのためにクッキーを焼いてくださったと思うんですけども、はい、それは女性が夫や子供を大切にしていたということの証明でもあるわけですよね、はい、だって焼くの大変なんだもん、はい、まあ、そうですし、本当にね、私もこの間三内丸山遺跡でしたっけ、はい、青森行かせていただきましたけども、ちゃんと子供のお墓があったりとか、はい、そういうのを見ると当時の、はい、だから本当に数千年前ってなんかものすごいなんていうかな、粗末な暮らしをね、してたんじゃないかって連想しますけども、その遺跡とか当時の生活様式が分かるものを見ると、意外と日本では数千年前からかなりの生活水準があって、うん、はい、皆さん平和にそして知的に暮らしてたんじゃないかっていうことが推察されるわけですよね。そうですね、確かにその物質的なものは、例えばその自動車にしても、はい、あるいはエアコン、まあ、現代社会であればエアコンが当たり前だったりしますけれども、はい、逆にその心の部分、はい、人としての心の部分っていうのは数千年前も今も、うん、あるいは数千年後の未来も、はい、多分変わりはないと思うんですよね。だからそういう意味でこう歴史をこう考えようとするときに、昔のことだから遅れていたんだと言って決めつけるのは、はい、これはもう現代人の傲慢としか言えないと思う。本当だって、それ言うんだったらば、だったらあんたこのかんざし作ってみなさいよと、はい、
ね、今の人でもねそんな簡単に漆で赤く塗れませんからね。はい、漆そのものだって手作りですから、はい、それを生産するだけだって大変なことですよね。そうですね、この間ありましたけど、はい、もう1万年以上前から日本では漆を栽培してたっていうね、はい、もう出てるんですよね。はい、はい、ちなみにまあ、前回、今回の予約をした時に、はい、ちょっとエッチな話という、はい、もうこれ真面目な顔して、はい、そう真面目にお話しますけども、はい、このクッキーを焼くときに、はい、さっきのもう一個前のクッキーに遡るわけですね、はい、クッキーを焼くときに、はい、どんぐりの実を細かく砕きますよね、はいはい、まあそうですね、砕かないと作れませんね、はい、細かく砕くときに、はい、おそらくこれは石器を使って、はい、こう円筒状の石器を使って、はい、でこう叩いて砕いて、はい、すりつぶしていたんだろうと、はい、普通に想像できるじゃないですか、はい、で実際そういう石器が発掘されてるんです、はい、まあ、ちょうどこのぐらい の,、はい、円筒形のもので、はい、こうゴリゴリやって削った ら,、はい、らしく、うん、この上下の部分は丸く削られてるんですね、はい、ここはスベスベなんです、はい、ここの部分はもうザラザラなんです、ね、はい、どう見ても、はい、こういうことに使ったとしか思えないんだけど、はい、そこに名前が書いてあるんですね、はい、これ、まあ、さっきの遺跡と音大親戚とは別なところなんですけども、はい、見に行ってびっくりした、はい、小宝石って書いてあるんです。小宝石何に使ったと考古学者さんが考えたのかは、それは皆さんの方でご判断ください。使ったのはすりつぶすに使ったんでしょうけど、見た目がそれっぽかったみたいな。だからといって小宝はないんじゃないですか。まあそれはおなぎさんなのかその学者の先生なのかちょっと連想が、いやいや本当に書いてあったんだけど、そうやっていやいや、だから連想して書かれたわけですよね。でしょうね、はい、子供がたくさん生まれで説明書きがあって、はい、その子供がたくさん生まれることを願って、うんうん、使われていたって書いてありました。なんか、まあ、今日はその辺にしときましょうか。はい、はい、教養番組ですので。教養番組ですか、はい、ということで、はい、はい、お後がよろしい予定ということではありますが、はい、次回の予告を、あ、じゃない、いや、ちょっと動揺してますね。フリップめくり間違えました。違う違う。はい、次回はですね、縄文文明と戦争ということで、ね、はい、まあ、縄文時代というよりももはや文明だったんじゃないかということがありましたけれども、はい、まあ、その時代に戦争はあったのかどうかというようなお話、はい、次回お聞きしていきたいと思います。はいはい、今日も楽しいお話どうもありがとうございました。翼を求める旅人が踏み分けてく未開の荒野へ新たなる祈りを捧げる。日本か。